エクストリームタイガーは、メキシコの覆面レスラー。バハカリフォルニア州、ティフアナ出身。2016年12月までアメリカのプロレス団体、TNAにて、ティグレ・ウノのリングネームで活動していた。メキシコ北部のインディペンデント団体出身。ワウィや D と NGX を拠点とし2006年よりは、AAA に所属し、ルードとして活動している。2005年、登竜門メキシコに参戦。2008年、プロレスリング、ノアの健太が、メキシコ遠征中に、エクストリームチャンピオンシップステアーにてタッグを組んだことがある。2010年10月、ノアの第4回日テレ杯ジュニア、ヘビー級、タッグリーグ戦に、AAA 代表として、ジャック・エヴァンスとコンビを組んで参戦。2013年、AAA を退団し、インディー団体を転戦。2014年2月、TNAと契約を交わし入団。3月9日、PPV である、ロックダウン2014にて、マニックを相手にデビューし、勝利した。2014年8月、レッスル-1に来日。2015年6月、TNA、X ディビジョン王座を獲得。2016年4月、イギリスのサウスサイドレスリングエンターテイメントのツアーに参加。2016年12月、TNAを退団。X ディビジョン王者時代。ありがとうございます。